アセアンの自由にをはじめ、今地域は今目覚ましいスピードで成長を遂げています。今地域がこれからも世界を見つけ、世界の成長センターとして持続的に発展していくためには、投資、施設ライザー、電子商取引など幅広い分野で21世紀型の質の高いルールに基づく自由で公正な経済圏を作り上げていくことが必要です。年内に発行する TPP はそのモデルとなるのです。このインド太平洋地域を法の支配が貫徹され、誰にでも開かれたものとしていく。日本はその実現のための努力を惜しみません。